こんにちは。今回はこちらです。引き続き超有名銘柄ですね。獺祭は純米大吟醸磨き2割3分です。醸造元は山口県岩国市朝日酒造さんですね。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹、塩米の記載ありませんが、まだ錦ですね。精米部合は 23%、はい、削ってます。アルコール度数は16度というふうになっています。ここですね。じゃあ早速開栓していきますね。こちらの2割3分はだいぶ以前に動画でも紹介させていただいているので、取り直しという形になりますね。番号は、投資番号は進めずに、当時の番号のままというふうにします。だいぶ初期だったのでレポートになってなかったというふうに記憶しています。さらに時間が経って今回のレポートもあれはレポートになってなかったなと思うかもしれないんですが、はい、じゃあ順に報告しますね。まず香りから。今までいただいている純米大吟醸45と、それから磨き3割1分ですよね。その流れを組んでですね、しっかりとした強いフルーティー感ですね、口に含みます。香り、口に含んでですね、鼻で嗅いだ時の印象はそのままですね、フルーティー感あふれる感じです。ただ香りだけで言うと私は3割9分の方が好きですね。3割9分は割とこうイチゴのような香りが、結構イチゴって分かるぐらいですね、はっきり出てたんですけれども、これはすごく複雑な風味ですね。純粋な香りというよりは風味ですね。米の甘みがすごく立っていて、フルーティーなんですけど、じゃあ具体的にどんなフルーツに似てるか形容するのはちょっと難しいですね。粘性が極めて高いですね。非常にねっとりしています。複雑な味わいと相まって粘性が非常に高いので、こういう言い方をするとちょっと抽象的なんですけど、ひたすらいい酒ですよね。高いええ酒の感じがしますね。3割9分とかその45の方がですね、4割5分ですねの方が、爽やかさとかフルーティーさ、いわゆる華やかさですよね。その点では私の印象だと磨いてない方がむしろ高かったように感じます。結構ねあれですね、時間差なしで今いただいてるんですよ。今ここにもあるんですけど、よいしょ、こういう獺祭のですね飲み比べセットがあるんですね。3本入ってた。なので1日おきぐらいで飲めてるんですけど、フルーティーさ、軽めの甘さみたいなものを求めるんであれば、こちらのその精米具合がですね、数値が高い方が、3割9分と45、磨いてない方がといった方がいいですかね。十分磨いてるんですけどね、このシリーズの中で見た時にですね、3割9分がおそらく一番フルーティー感っていうのが、高いかなと思いますね。これはね2割3分はちょっと意外でしたね。そのままフルーティー全開の全開で酸味系に行くのかなと思ったんですけど、これは2割3分は濃厚です。めちゃくちゃ濃厚で味が複雑なんですよね。間違いなく美味しいのはもう言うまでもないんですけれども、
飲みやすさっていうことでいくと多分3割クブとかの方が、まあちょっとねループしちゃうんであれですけど、うん、いや、ただ高級感がねやっぱすごいですね。あと最後アルコール感ですね。アルコール感、あの口内でドライ感をしっかり感じます。喉を通した時のネッキーボン、まあまあ吹きますね、はい、あのまあまあ高めだと思います、うん、いや美味しいですね、はい、といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。この後ちょっとだけおまけ編の方をやらせていただきますので、ご興味あればご覧いただければと思います。それでは失礼します。今回もおまけ編までご覧いただいて本当にありがとうございます。そうなんですよね、あの脱菜をいただいてますよ、うん、あのマニアになってですね、やっぱり徐々にこう中二病じゃないですけどね、あのメジャーなものっていうのを、うん、いやその脱菜みたいな有名なお酒はってなりがちなんですけどね、うん、私の場合は結構脱菜をきっかけに日本酒にはまっていったっていうような経緯がありまして、でそれは多分私に限らずご覧いただいている方の中にも同じような方っていらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、入り口のところでいただいてたので、私の場合だと、まあ、うまいかうまくないか、甘いか甘くないか、まあ、それくらいしか分かんない時にいただいてるんですよね。だから実際動画も2割3分だったと思うんですね。2割3分で、投稿の方させていただいてるんですけど、まあ、全然もう見る気もしないですね。撮った本人が見る気もしないわけですよ、うん、全然レポートになってなかっただろうなって思いながら、うん、でもリスペクトされるべき、うん、すごく大きな役割を果たした日本酒だと思いますからね、今回、まあ、また、しばらくして回を重ねていって、今の私を将来の私が見て、それはレポートになってないよなるかもしれないんですけど、まあ、現状でできる限りでお伝えしたつもりです、はい、あの2割3分がですね、そうなんですよね、思ったより高級酒なんですよね、まあ、当たり前なんですけどね、4、5瓶で5、6000円ぐらいですかね、しますし、まあまあその、はい、高級酒であることは間違いないんですが、その高級酒全開の味わいなんですよね。あの高級酒って複雑じゃないですか。それは甘みであり、酸味であり、旨味であり、アルコール感もまあまあ高くて、口内でドライ感であったり熱気であったり、そうなんですね、味覚とそのアルコールによる刺激といろんなものがこう相まって複雑な味わいをするんですよね。ただあの根底にあるもの、大前提となるものは、まあ、美味しいということです。飲みやすいということですね。なので、まあ、改めて今回いただいてみて、いや本当にすごい、うん、緻密に作られてるお酒なんだなというのを実感しました。で一方で、じゃあそれがその日本酒に例えば抵抗感があって、そんなに得意じゃない人に飲んでもらって、あ日本酒って美味しいんだって思ってもらえるかっていうと、多分その役割はこの2割3分ではなくて3割9分なのかなっていうふうに一方で思いました。これはね本当にあのフルーティーってよくねあの形容詞として使うんですけれども、うん、あのイチゴっぽいんですよね。明確にこう具体的なフルーツ名が出てくるぐらい、はっきりと明確にフルーティーなんですよ。あの45もフルーティーなんですけど、じゃあ何のフルーツに似てるかっていうと、ちょっとそれは形容しがたいところがあって、雰囲気としてフルーティーですと。で、これこちらの3割クブはですね、とても米でできてるとは思えないぐらい明確にフルーツなんですね。で、これを前面に出すと、そうなんですよね。あの、いや、それだったらフルーツジュースでも飲んでなさいと、叱られることもあるんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろこう、観点ってあると思うんですけどね。飲みやすい。で、美味しい。シンプルにも、うまみの方じゃなくて、うまみのうまいじゃなくて、美味って書いてうまい方ですよね。それはやっぱりこう分かりやすく美味しいじゃないですか。だからそういう点でいくと、この3割クブが、そのあたりをうまくこうカバーしてくれるお酒なのかなっていうふうに思いました。うん、早口でね、いろんなことを話してますけれども。
まあ、いろんなお酒をいただいていく中で今回良かったですね。これいただけてですね、改めて獺祭の凄さというのが分かりました。いや、なんでね、ちょっとこう、もしメジャーだからっていうことでしばらく飲まれてない方とか、これたまたまご視聴いただいてたら、ちょっとこう手に取っていただけると面白いかなって思いますね、といったところです。今回もご視聴いただいて本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。